あ、でも俳優さんとかは待ち時間とかにあるんですかね。でも本当に本当にないな、別に芸能活動してる時俺売り買いしてないから。そうなの、フリータイムだよ、携帯いじってもう本当に自由時間だけ、うん、じゃあ、はい、僕はね、自由時間の車の移動の時とかは見ます。ただそこで売り買いとかも一喜一憂はもうしない感じになってますね。そういう風になっちゃうと仕事の間も本当に気が気じゃなくなっちゃうから。仕事じゃない時はめっちゃ見てますか、うん、いや、まあ、それでも全然そんな頻繁に見ることはないかな。ちゃんボビーはちょっと待って、仕事してる時も考えてるの。かぶって前尾を見ることによって動きが変わってくるから頭に入ってないと。え、だって日本の株が終わってもどっかで空いてるわけでしょ、マーケット。一番多い時は250回以上売り返すの。全部スマホでやる？やるってこと？ iPad でこれぐらいの大きいの。で、それでやり取りするの。でも自分の考えに合っていくと、うん、本当に嬉しい。嬉しい。見れば見るほど本当に一気にフィルター取られちゃう。あ、だからボビーの眼球ちょっと前にグッと来てた。だから。いや、もうちっちゃいもの見れないのよ。あ、目痛くなるから。あ、老眼になってきてるの。もういや、なってるな、ちょっと老眼あんの。視力などれぐらい。 5.2 株やってる世界の人の基準が分かんないんだけど、それぐらいで見てる人がほとんど。ちょっと癖になってる人はそれぐらい見る。見る。でもこれは、うん、24時間世界全然違うところでやるじゃん、うんいっぱいやるようになるとマイナスなくなってくるから。ほんといつやっても遊びで損しないで楽しいことをやれたらいいわけよ。じゃあ楽しいってことだ。そう。俺がなんでね、まあ、儲けたいのは儲けたいのはもちろんベースとしてあるんだけど、もう世の中のことがね全部繋がってくるのよ。そう。ギリシャショックがどうのこうのなんてテレビでやってんじゃん、うん、そうすると株やってないとギリシャで何かあったんだなぐらいだけど、うん、全然ギリシャおめえって株価が動くのよ。それでそうすると自分にこの害とか得があるからものすごい見るの、世界のニュースを。だから俺は世の中のことをちゃんと見るようになるためにやってるというのが綺麗事じゃなくて本当にそう。あと株やるとなんか優待みたいなのがあるイメージ。あ、そういうんでもね楽しいかもしれない。例えばじゃあマクドナルドの株を買いましたけども、マックのチケットなんかもいっぱい来て、そういうのがいいなと思って、うん、あ、それだ。そういうので楽しんでやる人もいるね、うん。やっぱね、負けを認めるっていう、この認めないとどんどん下がっていくときに、うん、どっかで認めなきゃいけないってことですか。そう、もう大体の人は 見て見なかったことみたいにしちゃうんだけど、うん、だからもう見切りをつけなきゃいけないの、本当は。じゃん、はい、2015年、はい、海外の株なの。ダブルリースっていうのは、海外の株だから株が上がってるけど、うん、為替は下がってる。そうなんで、うん、買った株、もちろんこの株は上がると思ってる。上がってんだけど、でも下がっている為替で上がってるのに下がってる。それはどうなの。それは、でもその時に売らなければいいわけよ。そうなん、為替が戻れば大きいままでいけるの。そうなの、そうなの。それで言ったら、そのちょっと待てよ、なんで今為替が下がると思ったの。株は上がってんのに為替の差額で負けちゃってる。その場合は企業がダメになるよりも為替が戻ることを期待する。そうなんで、今はちょっと戻りつつある。そうなの。で、ダブルで乗っかった時は一番嬉しい。そうなの。一気にボーンって上がれるわけ。これは一番基本、ベース、はい、ベースっていうのはこれ、うん、じゃん、じゃん、はい、楽しくマイペース。ちょっとこうやってさっきみたいなリスクでガーンと下がってもそんなには落ち込まない。落ち込まない。貯金したと思えばいい。また帰ってくるかもしれない。もちろん当然取り返せる自信が。そこにさっきポートフォリオをちゃんとやってるわけだから大丈夫なんだ。そうなん、それが大丈夫。そうなん、そこが大きいよ。まあ俺なんかも同じだよね、うん、本当身の程を知って。そう、よく FX とかでリバレッジかけて、うん、自分の持ってるお金よりもすごいことになっちゃって大変な人もいるじゃない。いる。だそれはね、やっぱちょっと怖いですよ。僕一番怖いのが、うん、儲かってるから俺も儲かると思ってやる人が一番怖いと思う。あ、ボビーがやって儲かるんだったら俺もやろうぐらいの軽い気持ちの人は危ないってこと。そう、本当にバーチャルっていうのを3ヶ月ぐらいやって退院さをしてからやるなら、うん、やる。うん。
強度が一番。僕変わってるかな、あのプロに勝ちたくなるわけあだからみんなが行くところはちょっと怪しいみたいな、そうね、あだから、だからボビーとか本当に騙されないタイプだよ、すごく理にかなってると思う、うん、みんながこうやって行くって言ったら逆張りするのがある意味株の鉄則だったりもするからね。ボビーさんの周りで失敗した人っていますか？いっぱいいる。あー、いるのか。名前言わない格闘家の名前全部学張りなんだもん。まあだからあのむやみにかかっちゃダメってこと、うん、でもね、なんか始めるんだったら本当に自分が詳しいところから始めるのが、俺はいつも言うけど、全然知らない国の全然知らない会社の株なんて怖くて、例えばじゃあ何に興味あるんだっけ、うん、例えば女だから美容とか、そうそう、で最近デパートとかでこの化粧品が流行ってるとそうすると大体どこの会社が仕入れてるとか親会社とかが出てくるから、うん、そういうところを見るとそれがどうなるかみたいなのは、好きな会社だったら別にまあ最悪ダメでも別に何とも思わない、うん、それでさらに試供品が来る可能性もあるし、ね、今ちょっといいところ思いついちゃったね、2万円超えたらもうエリートたちの思う通りなんで、今ね日経平均っていう、まあ、日本のあらゆる業種の会社の株価の平均が2万円なんですよ、2万円なんです、それが今2万円まで来るとお金持ちがちょっと有利になってると、ということは2万割れはあると、だからちょっと株価としては今がちょっとピークじゃないかと、近いんじゃないかな、過去には3万バブルとか、うん、そういうのもあるからまだいけんじゃないかって思う人と、ボビーなんかは2万まで来ちゃった、で経済、まあ、世界の状況からも見てもどっちだと思います、目標があったから今までは2万こう頑張ってたけど、いざ2万山登っちゃった、次どうしようなのよ、上がったものは下がるしかないわね、だからちょっと動向を見るというのも、これでも壁やってると頭よく感じていいですねすごいやりたい、例えばじゃあヒヤリが出た、そんなに変わるの、そうだよ、だからそうすると日本のこの殺虫剤とかそっち系のメーカーが注目する人もいるわけよ、ね、トレンドの最先端にいる気持ちになって楽しいかもしれないな、そう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 、今今度お金使わなくなるの、本当仮想通貨になる、ビットコインとか俺に聞かれてもビットコインでも中国が離れちゃったから、それでもまだまだ上がってね、30万からまた40万ぐらい見てんな、ビットコインやってんのボビーやってる、うそーねボビーちょっとボビーのポートフォリオネットで公開してボビーの読みはどうなの、ビットコインはいつか多分消えるよ、エリートたちは居心地悪い、コントロールしきれないでしょ、あ世界の政府たちが、おーおーおー、である程度の権力の人は抑えにかかるんじゃないかと思う、おお、仮想通貨ネットでそうやって売り買いできるような仮想のお金を、ね、ありますよね、世界共通でやれば理想的にはそれがいいんですよ、そうそれがやっぱり自分の国だけが儲けたいっていう気持ちがあるから、中国はいち早く自国でそういう仮想通貨をやるっていうことで離脱しちゃったわけ、誰でも作れるのしてる仮想通貨を、うん、1ボビーとか作れるわけ、1キャインできる、ビットコイン自体も自分で作れるんだよえプログラムパソコンで自分での家で作れるんだよ、えそうしたらそれ作って買ってくれる人がいたら俺が主流になれる可能性もあるわけ、そうなのそれウォレットに変えて普通にコンビニとかで使えるわけ、どっかでそういう、そう面白いでしょ、国連じゃないけど本当国際的なそういうのがちゃんと機能してそういうビットコインをやってくれりゃいいけど、日本も始まるとまとめてくれるところがあるってことですか、国が J コインになると思う、 J コインね、ジャパンの J の、うん、どうなってくるのかね、先を読まなきゃいけないわけ、そんなこと考えてちょっと話がいろいろ発展しましたが、面白かったな、ちょっと楽しかった、すっごい楽しかった、お金考えるってことは世の中を考えるし日本のことも考えると、だから不動産もその一つであると